さんはともかく目覚まし止めんのにニャンコハウス破壊する気か。え、ああ、今日も僕とチャチャさんのために日が昇る。愛と希望の日が昇る。いつもお利口しねちゃん、たらった。チャチャさん、僕はここですよ。おバカは置いて行きましょう。よーし、準備 OK。 そろそろチャチャさんを起こして、おっと、せっかくの楽しいチャチャさんとの朝食タイムです。バカ犬に邪魔されたくないですものね。アザラ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 、いい天気いい天気いい天気。リーヤおはよう。チャチャおはよう。シーナちゃんおはよう。ゴース、あ、チャチャさん、リーヤおはよう。いただきまーす。素早い。最初からお邪魔虫だったよな。やるー、いや、かわいい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 。僕だってかわいいのに練習ぐらいできます。練習は実は騎士って得意の技なんだ。えい、あ、ネズミ、ネズミじゃなくてリスなんだけど。あ、やだ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 。あれ以来、あれ以来いつもだ。チャチャさん、一緒に学校行きましょう。おはよう、シーナちゃん。今日からよろしくね。はい、こちらこそよろしくお願いします。じゃあよろしくということで、手などをつないでいきましょうか。チャチャさんの手って意外と毛深いんですね。そうかな。お風呂は楽しいですよ。ハビバナナ、シャンプー、リンス。ここのお風呂は混浴ですよ。混浴？なんだそれ。男性と女性が一緒に入るんです。え？ということはチャチャさんやお師匠様やヤッコちゃんは裸？お前ちゃんがやらしいな。違う、感じて違う。あちさんがあだだ。なに、私本当は可愛くないのよ。ほら、私もね。そうなんです、二人とも醜い、身も心も汚れているんです。ちゃちゃは可愛い。ボケ、当たり前だろうが。チャチャさんはすごーく可愛い、世界一可愛い。だったら寝言を言うな。うん、ねえ、私はリーヤくん、私は可愛い。ねえリーヤくん、元気出してくださいよ、チャチャさん。そうだよ、セラビーのことなんか忘れちゃってさ、パーッと遊ぼうぜ。私、セラビー先生のところへは帰りたくない。家でする。家で？止めても無駄よ、もう決めたんだから。チャチャさん、僕はどこへでもお供しますからね。シーネちゃん、ありがとう。俺だってずっとチャチャと一緒だぜ。うん、お腹すいちゃった。一緒に塗ると美味しいよ。ジャムとバターとマーマレードと蜂蜜を一緒に塗るともっとうまいぜ。うん、本当だ、美味しい。うんうん、だろう。うんうん、うめえんだよ。まさか、今時こんなセンスのない罠を仕掛けるやつがいるんですね。驚きです。え、どこまでバカなんですかね。チャチャさんの水着の写真でこの僕を釣ろうなんて。僕はこんな低次元の罠に引っかかるほど。まさか。うわ、助けて。
と罠にかかっただ。す情けない。でもこんな罠ぐらい僕の魔法なら簡単に。あれ、あれ、お前はチャチャが好きなのに。チャチャはいつもリーヤのことばかり気にしているだろう。そうですよ。でも僕はチャチャもリーヤもお前のことなど相手にしてないだす。お前は二人のお邪魔虫なんだす。それはお前はいつもフォローしているだす。いつも割の合わない役ばかりだす。なんだかムカついてきました。そうだそうだ、くれてやるだす、くれてやるぞ。なめんなよ。だからバターとマーマレードと。そんな、なんだ。よう、ガキンチョども、これだよ。シーネちゃん。シーネちゃんだと。ざけんじゃねえ。シーネ様と呼びな。熱でもあるのか。先生が思春期だって言ってた。反抗期的しよ。ごちゃごちゃうるせえ。俺は悪い子になったんだよ。おめえら二人とも今まで散々俺様をバカにしてくれたな。してねえぞ別に。シーネちゃんどうしちゃったの。シーネ様だ。シーネちゃんうるさい。お前ら俺を舐めてんな。あ、危ないよシーネちゃん。何度も言わせるな。チャチャ、この野郎。この野郎じゃねえ、シーネ様だろ。チャチャに何すんだ。あ、やるか犬っから。犬じゃねえ。シーネちゃん、いいや。喧嘩はダメ。そんなことしてたら愛と勇気と希望のエネルギーが一つになれない。それが狙いだす。お前はヨータさんがマジカルプリンセスに変身できない限り様でやんす。はいでやんす。ここは協力するでやんすよ。なんだ。今度はエビ。これなら前に進めるだす。また変で5人のものが。もう一気に気持ち悪い。ちゃちゃ。王女様。苦しい。ちゃちゃ。助けて。よし、ちゃちゃ変身だ。シーネちゃん、何やってんだ。あ
愛だ、勇気だ、希望だなんてはったりんなよ。何言ってんだよ、チャチャやられちまうぞ。じゃあよ、チャチャの次はリーヤじゃなくて俺にしてくれよ。順番なんかどうでもいいだろう。希望が先じゃねえと俺はやんねえよ。リーヤー、しげちゃんほらほら、リーヤの方先に呼んでるぜ。早く行ってやれよ。助けて。ギス、ブヤブヤしててわしに捕まったでギス。後でも先でも同じだ。俺たち三人で力を合わせるのは同じだ。三人、今まで三人の力で戦ってきただろ。三人の力。そうだよ、いつだっていつだって三人一緒だったじゃねえか。だからだから、おい、ディア、ちょっと待って。ディア、何やってんだよ。早くチャチャさんを助けに行くぞ。シーネちゃん、それずっこいよ。助けて、チャチャさん。チャチャ、シーネちゃん。よし、セレインアローが効かない。みんなだって信じてるよ。ピー！ピー！
んでるだけじゃないか。うん、見てほら、何やってんだあいつ。確かに見えますね。マーマレードもうまいぞ。僕にですか。シーネちゃんちっとも食べてないんだもの。朝はしっかり食わねえと体に毒だってじいちゃんが言ってたぜ。そうですよね。旅には体が一番、それには食事ですよね。ほらほら、2つ合わせるともっと美味しいですよ。ジャムとバターの蜂蜜とマーマレードがごちゃごちゃのもちゃもちゃになっちゃう。でも、うまい。にゃんこハウス小さくなあれ。シーネちゃんいつまで食べてんだよ。置いてくぞ。あ、さあ出発。ああ、いやいや、ちょっと待ってください。おい、ちょっと待ってください。チャンチャさん。
の砂漠の眠れる大魔人火山だってものすごく強いんだって。でもいつも寝てばかりだから起こさなければ大丈夫。それなのにヨーダスとハイゲアスが、あー、ついに火山弾が目を覚ましちゃった。寝起きの悪い火山弾の大爆発でマジカルプリンセス大ピンチ。次回、寝不足魔人大噴火。